どうもバイスです。さあ今回もやっていきましょう。サーバント強化クエスト第16弾8周年特別編。今回は3組目対象となったのは星5限定バーサーカー源雷光、そして星2フレポキャスターハンス・クリスチャン・アンデルセンです。2人ともスキル強化をもらってますね。古参勢の強化常連組、今回のテコ入れはどんな内容なのか早速見ていきましょう。宝具強化もはよ。まずは源の雷光から。雷光は宝具強化が1回、スキル強化が2回目ですね。今回強化されたスキルは、スキルに魔力放出イカズチ A が雷神の剣 A プラスに変化。読み方間違ってたらごめんなさいね。追加エフェクトは単純で強い NP 増加が新たなエフェクトとして追加されてます。倍率はデスサビのようなものですね。はい、流行りのレベル10で NP30% 増加ですね。無難な強化ですが、一回宝具をぶっ放した後、このスキルが残ってればオベロンでもう一発撃てるようになるので、中途半端なバフをもらうよりは実はすごく有能な効果だったりします。クールタイムも最短で6になるので、ダブル光コヤンとかでもう一回回すことも可能ですね。最近はモルガンや神ジュナに押され気味でしたが、地の力サーバント特攻と魔性特攻をスキル3に持ってるので積み分けが可能です。ライバルは強いですが、強化後の活躍に期待したいですね。続いてアンデルセンの強化です。アンデルセンは宝具強化が1回とスキル強化が2回目ですね。内容はなんか前回のテルさんの怪文書を見たく、フォントサイズがすごいことになってますが、安心してください、こっちはわかりやすいです。今回強化されたスキルは人間観察 A が人間観察 A プラスプラスにランクアップしました。既存のクリティカル倍率が 40%3 ターンから 50%3 ターンに強化されたのと、新たなエフェクトとして全特性の味方全体のスター発生率アップ、中央特性の味方全体の NP 獲得量アップ、悪特性の味方全体の防具威力アップ、全中央悪特性を持たない味方全体のクリティカル威力をアップ3ターンです。倍率は各 20% ずつ、かつ複合して獲得できるサーバントはスキルとかを使わなければいないので、そこまで大きな変化は起こらないんですが、3ターン持続するクリティカルバフは 50% と 20% なんで結構高いですね。宝具が通用しない敵を殴り殺すとかいう場面ではワンチャンって感じはあります。そして最近上げた動画で中央系がトリガーになるスキルとかないよねとか言ってたんですが、わずか数時間でやられました。クソジャコ野郎は私です。なお鳥猫の場合、メイキ段階で受け取るバフが変わるので覚えておくといいかもですね。最後に実験。メリーバッドエンドだな。なんかよくわからないことになりましたね。デルセンは中央なので悪特性が付与され、 NP 獲得量アップと防具威力アップ両方もらってますが、水着モルガンは一つしかもらってないということは、悪が付与されたことによって悪中央全以外の状態の条件は消えたってことかな。効果を増やすなら悪中央全のサーバントに別の特性を付与しなきゃダメってことみたいですね。なかなか面白いが、実用性があるかは不明。はい、というわけで今回はこんな感じでした。テルさんの難解事件以外は事故が起こらず順調に進んでいってますね。このまま両強化が進んでいくことを祈りつつ、もしこの動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。次回の実況動画でお会いしましょう。バイスチャンネルでした。またね。